こう、中高生、小中高生の子たちになんかこう、今伝えてもらえるなんかメッセージとかアドバイスとか、なんかいただけたら嬉しいなと思うんですけど、どんなメッセージありますか？そうですね。まあ、小中高、特にまあ、高校生なのかなと、まあ、中島さんもそうなのかもしれないですけど、まあね、今は多分、大学を見据えて、なんとかいい大学に行こうと頑張ってる方が多いのかなとは思うんですけど、まあ、そのいい大学に行くことが、まあ、すべてではないというふうに思ってますので、まあ、大学に行くためにしっかり勉強するっていうのはまあ大事だとは思うんですけど、まあ、それで失敗したからといって、まあ、人生が終わるわけではないですし、むしろ大学出てなくても、高校中退でも今社会で世の中で成功してる人っていうのは数多くいるわけで、まあ、じゃあそういった方々が何を考えて動いてるかっていうと、自分が本当に何をしたいかっていうのを常に考えながら、そのやりたいことに向けてやってるんだと思うんですね。だからそのいい大学に行くことを目的とするんじゃなくて、そのじゃあ大学に行って何をしたいのかっていうのを考えながら、でそうなるためにはじゃあ今何をすればいいのかをしっかり考えながら、まあ、勉強するのであれば勉強した方がいいですし、むしろそうじゃない夢があるんだったらそっちに向かってやっていった方がいいんでしょうし、まあ、で今言った自分がじゃあ何をしたいか、そのためにどうすればいいかっていうのは、その勉強のやり方に関しても同じようにちらっと言ったと思いますけど、同じように言えると思いますので、まあ、時間じゃなくて今日は何をするんだと、何を学んでいくんだっていうのを常々考えながらやっていかれたらいいんじゃないかなと思います。いいよ、別所先生、いいですよ。